はい、やってまいりました。ピンハゲラジオ、ピンラジ。えー、第2回ということでね、えー、やっていきたいと思うんですけれども、第1回はね、えー、ちょっとね、コメントの方を、えー、軽く読ませていただいたらですね、結構、評判が良さそうだったので、このまま調子に乗ってね、えー、第2回をやりたいと思います。ってことでね、え近、ー、況報告というか、えー、ですね、えっ、ー、と、ちょっとマイクを買いまして、 はい、新しいコンデンサーマイクね。ちょっとわかんないと思うんですけども。えー、赤毛というメーカーのね、えー、C214 という、えー、コンデンサーマイク。すごいね、えー、音が良くなるというマイクをね、買っちゃいましたはい,い。というか、ちょっとね、まあちょっといやらしい、いきなりいやらしい話で申し訳ないんですけども、ちょっとこう、最近ね、えー、収益、えー、YouTube の収益が調子良くてですね、はい。ちょっといろんな機材をね、買っちゃってるという、もう、物欲の塊なんですよ、最近。 本当にやばい。いらないものは買ってないと思ってるんですが、まあ主にね、えー、機材ですね。本当に機材ばっかりめっちゃ買ってるんですよね。そのマイクもそうだし、日頃からね、僕のツイッターとか、まあ、動画見ていただいてる人はね、結構なんか最近新しい機材増えてね、みたいな感じで思ってる人もしかしたらね、いるかもしれないんですけど、そうなんですよ。ちょっと買いすぎてますね。まあでもね、えー、ちゃんと使ってますよ。 はい。一番ダメなのはね。やっぱり買ったはいいけど、一回しか使わないとか。それこそ、一回も使わないで箱すら開けないみたいなのがもう最悪じゃないですか。はい。まあ、俗に言う、なんかその、まあ、買い物依存症とかね。え m、ー、a z o n とか、えー、ネットの買い物でね。もういらないものなのに、もう次々、次々、ポ,ポチ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 、えー、しちゃってですね。気づいたらもう、なんかもう箱が、 こう積み重なってるみたいな部屋の片隅に。そうはなりたくないんでね。というのも、ちょっとね、去年の年末、それこそ年末の大掃除ですよ。はい。年末の大掃除の時にね、もう全然使ってないものだらけだったんですね。はい。去年は、まあ正直言って去年はね、すごい貧乏でした。はい。すごい貧乏でね、お金も全然稼げてなくて、えー、まあ収益もね、もう全然なくてですね、もう生活するだけで精一杯みたいな状況でですよ。 いろんなもの買ってましたよ。まあネットでもそうですし、まあ、それこそね、まあちょっとこう中古で、え、リサイクルショップなんかを巡ったりなんかしても買った機材とかもあるんですけども、まあ使ってないものだらけ。<laughs> いけないよ。うん。ちゃんと使わないとね。まあそれ、う俗に言うだって無駄遣い、まあ、お金捨ててるようなものですからね。言うならばね。 で、それで去年の年末に、まあ、まとめてね、いらない、使ってないものを、えーまあ、売りに行ったりとかね、捨てて、すごい大量だったんですよ。それがちょっと、なんて言うんですかね、あの気持ちは。なんかダメだなって思って、単純に。はい、このまま、YouTube とかこう、配信者としてね、情報とかこう、演奏発信していく立場として、そんなんじゃダメだと思って、今年の目標でね、2020年の、2020の目標として、 無駄ななものは買わないっていう風に決めたんで、すよはいで今3月、まあ、20日、えー、ですけども、なんとかね、保ててると思います。はい。1個だけちょっと無駄遣いしちゃったものが実はあるんですけど、あのね、電気シェーバーをね、えー、Amazon のタイムセール残り15分とかだったんですけど、そこでね、えー、シェーバー買っちゃって、結局、それが不良品だったん 助かったんですけどなんかスタンドがね、明らかサイズが違って充電もできないし、もうすごい、すごい欠陥な商品だったので、まだ良かったですけど、届いた瞬間に、俺なんでこれ買ったんだろうって <laughs> 思っちゃったんですよね。まあそれはね、えー、まあ不良品だったので、奇跡的に返品したんですけども、なんで良かったんですけど。って感じでね、えー、買ってるいろいろ買ってる機材をね、えー、ちゃんと 使ってますという、えー、報告をね、えー、このラジオで宣言したいと思いますのでね。えー、これは、本当に、今年の目標というかね、今後、もう、ピンハゲの今後の人生の目標みたいなもんですよ。はい。どん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 、やっぱりね、お金をもっと稼げるようになったりとかして、まあ、買えるね、値段の相場も上がっていくわけですよ。おそらくね。えー、その中で、もう、いらない高い買い物をす,をするとね、 もうダメじゃないですか。もうそれは無駄じゃないですか。お金の無駄になっちゃうんで、そうはなりたくないと。えー、これは、この気持ちは永遠に僕はね、続けたいと思いますのでね、えー、よろしくお願いします。ということで、えー、ちょっと前置きが長くなりましたが、本日も、ピンラジやっていきたいと思います。それでは、ジングルどうぞ。トクトク、ペクトクトクトク、ピンハゲラジオはい。それでは、えー、今週のお便り、今週と言いますか、 ハッシュタグ、ピンラジ、ひらがなで、ピンラジ、ということでですね、ツイッターでお便りとして、募集しておりますので、皆さんもぜひぜひ、ツイッターでね、ハッシュタグ、ピンラジとつけて、ツイートしていただければなと思います。ということでね、今回第2回は、第1回でね、まあはりゆうさんで終わっておりますので、その続きから、 え、答えていこうと思います。あ、ゆうさんじゃねえー。ゆうさん、ゆうさん二人いるんだ。あ、いいな。<laughs> はい。ということで、やっていきましょう。はい。それでは、マットさん。マットでいいのかなえー、MATT さん。えー、ベースのメンテナンスについて。はい。ベースの状態を保つために、おすすめのメンテナンス方法などあれば教えてください。という、えーえーお、お便りでございます。はい。 メンテナンス状態を保つのにおすすめのメンテナンス方法。そうですね。僕がた、えー、僕がね、やってるメンテナンス方法っていうのはですね、主に、ネック調整と、弦高調整と、えー、あとなんだろう、えー、弦高感。あとですね、結構、個人的に気に入ってるメンテナンスはですね、えっ、ー、と、なんだろう、あの、空気を出す。なんていうのこれ。この、このシコシコするやつこの、この音でわかりますこれ。あの、カメラの、 レンズについたホコリとかをか、え取、ー、るね。えー、こう空気で取るという、えー、なんだっけ、これ名前忘れちゃったでし。ちょっとすいません。っとコメントでぜひ教えていただきたいんですけども、この名前、えー、空気をゴシゴシゴするやつでですね、ベースのですね、ヘッドの、えー、ペグの部分とか、あのー、隙間の部分、ちっちゃい、吹けない部分とかですね、あとブリッジの部分。あとは、その、なんだろう、芝、えー、のところですとか、ピックアップの隙間とかね、 そこの誇りを、えー、払うのが好きです。はい。あの、今言った部分ってめちゃめちゃ誇り溜まりませんか多分ギタリストの人も多分、えー、もし聞いていただいたらね、思うかもしれないんですけど、あの、ブリッジの部分のあの金属のとこのホコりめっちゃ汚くないですかはい。あとはあの、本当ヘッドの、えっ、ー、と、ペグのね、金具の部分というか、なんか弦外した時にしか、え吹、ー、けない場所 ってすごい埃り、なんか溜まったりとか、なんかくすんできたりとか、あれがすごい嫌で僕。はい。だから、一週間に一回とか、まあ、気づいた時に、このシコシコするやつで、このシコシコするやつで、バーっと、えー、えー、息、息じゃないやつの空気を吹きかけて、埃り取っております。で、それをね、やる、一週間に一回とかでいいんでやってると、結構ずーっとね、新品みたいな、なんかりがやっぱりこう、なんだろう、う 新品じゃなくなる瞬間だと僕は基準としてね、ちょっと感,感覚的に思っちゃいますので、誇りはなるべくつけないという努力をしてます。はい、他はですね、レモンオイルで指板をピカピカにしたりとかですね、まあ本当に基礎的なことを原交換と同時にやることが多いですね、やっぱり。最近はいろんな弦のゲージですとかメーカーとか試してますので、 最近はね、リチャードココがね、えー、大変おすすめで、えー、いっぱい使ってるんですけども、それまでは結構やっぱ、メーカーとかね、ゲージによって、ネック反っちゃったりとか、原稿変わっちゃったりとか、しょっちゅうしてたんで、その度に調整はしてましたね。はい。まあ、あとやってるメンテナンスは特にないんですけども、えー、なんかね、えー、そのなんだろう、う季節の変わり目とか、本当に、えー、地域によってはすごいネックが反っちゃったりとか、っていうかもう最悪、なんか楽器っていうのはすごい湿気に弱い。 ま、木材なんでね、湿気に弱い楽器で、えー、ございますので、ベースとか、えー、ギターっていうのはですね。だからその代わり目とかで、あのー、本当にメンテナンス出しちゃった方が一番いいかなとは思ってます。はい。っていうのはもう僕もマヨーカスの方、マヨネーメイワンズの、えー、カスタムの方はですね、もうすごい、言っちゃえばボロボロなんですよ、もう。塗装とかももうヒビだらけだし、っていうのは多分もう、家、ずっと家でこう管理してるだけじゃ、完璧にはやっぱり、えー 管理しきれないところがありますので、やっぱりね、えー、なんだろう、その、一定の期間、えー、使ったら、もうメンテナンスに出しちゃうとプロの人に任せちゃうっていうのが、お金かかりますが、えー、それがね、一番、えー、楽器を長持ちさせる、えー、ポイントなんじゃないかなと思っておりますので、マットさん、えー、ぜひね、えー、完璧な状態、えー、求めるのであれば、まあ、プロのね、メンテナンスをちょっと受けてみたらいいんじゃないかなと思います。 はい。では次のお便りいきたいと思います。はい。吉田タオルさん。はい。毎日練習してるのに、日に日に下手になります。あら。タッチが悪くなる。テンポについていけなくなる。えー、両手のタイミングが合わなくなる。基礎練が弾けなくなる、えー。弦が死んでて、ベトベトだからかなとか思ってますが、なぜでしょうかお助けください。お願いします。はい。これはあるあるですね。はい。これね、多分聞いてる皆さんも、 経験したことありますよね、絶対。あの、楽器を弾いてたらね。まあ、これは楽器だけじゃなくて、なんだろう、いろんなジャンルの、えー、に言えることだと思うんですけれども、やっぱり練習をしていても、うまくならないと。むしろ下手になってってるわ、これ、と思うことありますよね。うん、いや、僕もね、あるんですよ。本当に。やっぱり毎日練習してても、ちょっとずつ上手くなるっていうわけじゃないじゃないですか。やっぱり、ある日気づく。 っていうことが多いですよね。上達具合というのは。で、これはもう僕が、僕なりに答えはもう出てます、これは。はい。これはですね、えっ、ー、と、感覚と、えー、テクニックの、えー、本当に、えー、持ってるレベルというものがですね、マッチしてません。はい。理由がちゃんとありまして、えー、例えばね、えー、毎日、それこそ毎日弾いてるのに、上手くなってねえと思うことは、えー、それはね、幻覚です。はい。幻覚です。っていうのはですね、 えー、毎日練習している、毎日曲を弾く、えー、ず,ずっと、もうすごいいっぱい練習するとですね、えーまあ、実際にやっているテクニックももちろん、えー、あレベルも上がるんですが、頭の経験値というものも上がります。耳も良くなるし、えー、と指先も良、えー、くなるし、えー、総合的に良くなっていくので、えー、自分の理想がどん,どん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 高くなっていくんですよ。えー、例を挙げるとですね、 え、リズムトレーニングというものがありますね。例えば8分アップで、てっ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 て,っていうふうに、ただ弾くだけのトレーニングをすることってあると思うんですけれども、これはね、一番最初ベースを始めたときって、えー、っと、例えばプロの人が、すごい、すごい、 ドンピシャで合っている端部をペッてってってって弾いても、プロの人はそれをね、えーあ、ちょっとずれたな、ちょっと前だったな、3音,3音目はちょっと後ろだったけど、4音目は合ってたな、みたいな感じで、わ、えー、かることでも、えー、初心者の人はね、どこがずれてんのって思うんですよ。それはですね、えー、頭の感覚とリズムの感覚、えー、というものと、とか、あと耳が鍛えられてないからですね。でも、 それというものはですね、ベースを弾いていたりとか、えー、いろんな曲をずっと、えー、弾いていたりとか、それこそリズムトレーニングをいっぱいしていくに、えー、当たってですね、していくとどん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 、えー、そのね、えー、頭の感覚のレベルというのも上がっていくし、耳のレベルも上がっていきますで。もちろんテクニックも上達していきます。で、その吉田タオルさんが陥っているですね、タッチがどんどん悪くなっているとか、テンポについていけなくなっているとか、えー、両手のタイミング合ってな、合、えー、ってない。 合わなくなる。っていうのはですね、自分の頭の、えー、感覚のレベルが上がってるということでございます。はい。今まで気づけなかった、えー、自分の気に食わないポイントがだんだん気づけていっているということでございます。はい。なのでですね、これは決して、えー、実際に下手になってっているわけではなくて、自分のレベルが上がっていく、えー、上がっているからこそ、自分の技術の下手な部分が見えてきているということでございます。 で、決して剣が死んでてベトベトだから、えー、という、えー、ことではなくてですね、えー、そういうことです。えっ、ー、と、自分の、えー、間違いなく練習を、人間というものはですね、練習をすればするほど上手くなる、えー、生き物でございますので、えー、練習を毎日していって、だんだん下手になっていく人は絶対に言いません。安心してください。はい。 ということでございます。え、だから、その、まあ、これは俗にスランプという言葉でよく表され、え、表せますが、表されますが、えー、自分がね、いくら練習しても上手くならない、と、えー、思っている時期って、で、押し込んでる時期というのはですね、実は、すごいレベルが上がってる時期なんですよ、実は。はい。で、どん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 自分のミスに気づけるようになっていって、で、そのミスを、えー、テクニックでこう、満足できるようになったら、 自分の上達具合がこう理解でき、できて、また上、上のレベルにこう上がれるというか、テクニックのレベルと頭のレベルがこう交互に上がっていくという感覚でございますかね。ちょっと難しいかな。すいません、ちょっとマニアックなんですけども。なので、まあ、まとめますと、いくら練習してもうまくならんと思っている人はですね、それはですね、逆にレベルが上がっていって、自分の感覚のレベルが上がっていっている証拠でございまして、えー、その感覚はね、えー、 その感覚を信じて自分の、えー、できないところを練習していって突き詰めると、えー、テクニックもますます上がってどん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 レベルが上がっていくので、えー、安心して,、えー、<laughs> してください。安心してください。ということでございます。ちょっとこれはね、ちょっと僕もすごいね、スランプの時期があった時にこういう結論に達せたので、えー、でね自信がつけたのでね、自、え、信、ー、を取り戻せたので、それをね、このラジオでシェアできたらなと思います。はい。 いや、いいこと言えた。うん、いいこと言えた。熱くなっちゃった。ちょっと、すいません。ちょっと、早口になっちゃったかもしれないんですけども、まあ、はい、こんな、えー、感じでもういいでしょう。では、次行きます。えー、ボーノンさん、ボーノンさんかなはい。ベース弾きたいけど、ギターしか持ってない。変態になりたい。えー、<laughs> ギタースラップで使えそうなフレーズありませんか教えてほしい。あと、コロナ気をつけてください。はい、ありがとうございます。コロナ気をつけてます。 僕ね、コロナのことから話しますけども、あの、家から出ないんですよ。はい。家から出ないからかからないってわけではないのかもしれないですけど、あのね、もうご飯買いに行く時ぐらいしか外出ないし、もう一日10分も外いないんですよね、本当に。はい。なんで、まあ、大丈夫だし、コロナのことはもう万全に気をつけてますので、えー、ご安心くださいということで。 はい、それではね、えー、ギターで、ギタースラップで使えそうなフレーズというのはですね、結構、なんだろう、そのベースのスラップフレーズをそのままギターで弾くだけでも結構かっこいいと思います。はい。すいません、ちょっとギターのね、スラップの仕方、まあ、みやびさんとかね、すごい、えー、アコギーでもうバリ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 スラップしてますけど、見た感じね、あれは、親指下向けのスラップでやってるんですけども、僕みたいに、その、テクニカルな、 えー、ベースのテクニカルのスラップスタイルによく合っている親指、えー、がですね横向きのスラップというのはですねギターでやりにくいんじゃないかなとちょっと思いますねはいまあギターの、えー、弦の細さとか、えー、弦間の距離とかね、えー、短いですしベースと比べてなので、えー、ギタースラップやるときは、えー、ぜひね、えー、親指下向きスラップ親指下向きスラップまあフリー え、列中のフリーとかね、あとケンケンさんとかね、映が、え、主に好んで使っているスタイルの、え、スラップでございますので、そのね、え、スラップスタイルをちょっと勉強して、え、いただければなと、するとね、結構、え、高速スラップとかに向いているスタイルでございますので、かっこいいフレーズで弾けるんじゃないかなと、思います。ボーナーさん、え、ありがとうございます。 いいですね。今日はちょっと、えー、サクサク質問を、えー、読めている気がします。っていうのもですね、結構前回のピンラジからですね、なかなか、えー、たくさんのご便りいただきましたので、ちょっとね、えー、こう、ハイスピードで、ハイスピードってわけでもないんですけど、まあ、前回ちょっと、話しすぎましたからね。今回は、次々行ってみたいと思います。では、早速行きましょう。次、えー、修二さん。はい。ピンハゲさん、こんにちは。こんにちは。ピンハゲさんのベース動画が楽しくて、ベースを、 通り始めました。おおやった。ラジオも楽しみにしています。ピンハゲさんは一人で動画を撮ることが多いと思うのですが、もし自分がコンビやグループ系の YouTuber だったら、やってみたい企画はありますかと。なるほどね。まず、ベース、おめでとうございます。はい。おめでとうございます。ようこそ、ベースの世界。とても楽しいですので。ぜひね、僕の動画とかもね、えー、いっぱい見ちゃってくださいね。はい。 ということで、えーっとで、質問の方がですね、え、コンビやグループ系の、まあ、俗に言うあのバラエティ系のね、えー、大激戦区の、えー、YouTuber のことだと思うんですけども、僕ね、あのー、なんだろ、う、一人が好きなんですよ。もう結論いかれちゃいますけど、僕はね、コンビやグループ系に多分ならないと思いますね。はい、そもそも。もう一匹狼なんですよ。もう自分で言っちゃいますけど、僕。いや、それをかっこいいと思ってるわけとかではないんですけど、友達とかもね、全然いないんですよ。 はい。なんか、一人で、なんだろう、いることがすごい安心感があるっていうか <laughs>、なんだろうな、その、まあ、バンドやっててこんなこと言ってますけど、バンドやってるときもね、なんかやっぱ一人の方がいい、いいなーっていう気持ちはやっぱあるいや B 型だからだからんかわかんないですけど、って感じでね、あんまりなんか、他人数で何かをやるっていうのは、僕苦手なんですよね。うん。苦手だし多分向いてないですよ。なんか、 それこそね、そのバイトとかしてた時期もですね、なんかこう、他人数で作業してると、なんかこの方が絶対効率いいのにとか思っちゃうんですよ。<laughs> ちょっとちっちゃい人間なんすよ、<laughs> 僕はだから。うん。で、それは結局自分で全部やった方がいいんじゃねえかな、みたいなことも思ってたんですね。 で、実際今やっぱり一人で、まあやってますけども、ど動画撮影、えー、とか作曲とかね、えー、アレンジとか全部一人でやってますけど、えー、楽しいですね、やっぱ。はい。結果的に、えー、なんだろう。まあ、昔からね、えー、自宅の仕事っていうのは、な,なんていうんですか、その、家で仕事するっていうのは僕、引きこもりなんでね。憧れてて。で、今引きこもれてるし、まあ楽器も好き放題弾けてるし、一人で、えー、お金も稼げてるのでね、とても、えー、充実してるかなと。 えー、思ってますね。はい。で、もしね、万が一コンビやグループ系の YouTube だってやってみたい企画があるとしたならば、やっぱりなんか一人でできないことや,やりたいですね。えー、楽器を弾く前提だとしたらですね、やっぱりこう、即興セッションとか、それこそあのーえー、虹色侍さんとかね、えー、あの二人でやってる感じとかすごいなんかいいなぁと思いますね。やっぱり二人でワイワイね、えー、なんかコンビでやるとしたら、 なんか曲をね、即興でやってみたりとか、なんか曲作っちゃったりとかね、その場で。なんかやったら面白いかなと思いますので、そういうことをやっていきたいですね。はい。はい、それでは次行きましょう。それでは、えー、次。えー、ラボスさん。はい、ピンハゲさんの、ベース始めてみませんかの言葉で、今日からベースを始めた女子です。ようこそ。 私は身長が150センチなので、座ってベースを構えると、体に対してボディの位置が高すぎる気がするのですが、立ち引きの方がいいのでしょうか第一歩でつまずいてしまったので教えてください。ということでございます。はい、ありがとうございます。こちらですね、なんだろう。150センチっていうのは、あれなんですかね、女子の中では平均より低いんですかね、多分。わかんないですけどで、ボディの位置が高すぎる気がするっていうのはですね、えー、椅子がちょっと低いんじゃないですかね。はい。 っていう、えー、まあ、実際見てみなきゃわかんないんですけど、椅子が低いとですね、だん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 、あの、足の位置っていうのは上がってきますので、そのせいで、えっ、ー、と、このボディが、えー、相対的にね、えー、上に来ちゃってるので、ちょっと窮屈になっているという可能性もありますし、はたまたボディがめっちゃでかいっていう可能性も、えー、ありますし、えぇ、ー、いろいろ、えー、理由はあるんであ、あとフォームとかですね、フォームとかの理由もあるんですけれども、まあ、相当、なんだろう、 その、ボディとかでかくないと、150センチ、えー、だろうがですね、えー、ちょっと高すぎるということはあまり聞いたことがないとか、見たこともないので、多分大丈夫だとは思います。はい。おそらくですね、座る椅子とか、えー、高さをちょっと研究してみた方がいいのではないでしょうか。それこそさっき言いました、椅子の高さをね、高くしていけばいくほど、えー、ボディの位置というのは下がっていきますので、ちょっと高、ボディが高いと感じてるのであれば、椅子の高さを上げてみましょう。 はい。で、その際にですね、えっ、ー、と、ちょっとずり落ちてしまうということもありますので、ぜひストラップをつけてね、座り引きなんかしてみると、まあ僕もね、いつもストラップをかけて、えー、座り引きしてますので、そういうこともね、視野に入れてみてはいかがでしょうか。ということで、えー、この、えー、質問はですね、とてもいい質問ですね。皆さん、この、えー、悩みにぶち当たってる人もいるかもしれないので、えこれをシェアしていきたいと思います。ということで、 結論的に椅子の以上、高さを高くしてみましょう。ということで、えー、ございます。ありがとうございます。ベースさん惜しいですよ。本当に。いや、僕最近ね、その、特に最近、ツイッターとか YouTube のコミュニティで、ベース始めてみませんかというね、ネタツイートしてるんですよ、よく。まあ、これちゃんと理由があって、やっぱり僕、まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、結構フォロワーさんもね、最近2万3000人とかに、えー、無事増えて、とても嬉しいんですけれども、 僕がね、率先してベースを進めていけば、日本人のベース人口めっちゃ上がるんじゃないかなと思って。で、ベース人口が上がればですね、えー、ベースの機材がたくさん売れて、で、ベースの、えー、機材のメーカーさんのもとにお金が入り、で、次々と新しい商品が出たりとか。で、はたまた楽器屋さんにね、今、楽器屋さんとか行っても、ほぼほぼギターじゃないですか。ギターとかベース、ひどい時で8歳2とかじゃないですか。えー、置いてる数って。それをね、僕はくず買いしたいんですよ。 もっと見たいですよ。楽器屋さんで、ベースを。で、将来的に、まあ、1対1とかね、えー、同じ数になったりも、もしかしたらギター超えちゃうんじゃないのってくらいまでしたいんですよ、僕は。そうすること、いや別にギタリストの人が悪いとかじゃないですよ。それは、まあギター人気なんでいいと思いますけど、僕はね、ベースを布教したいんです。そういう理由から。で、結局ね、えー、新しい機材とかも、弾きたいですしね。いっぱいなんかいいベース出してほしいですしね。思想いっぱいしたいし。 という、えー、思いがあって僕はね、えー、ベース始めてみませんかネタツイート。まあ、ネタじゃないですよ。だから、ガチツイートさ、言うならば。ベース始めてみませんかガチツイート。してます。いや、でもありがとうございます。始めていただいてね。えー、この、えー、ピンラジでぜひね、いろいろわかんない、つまずいたりとかしたら、えー、聞いてくれればと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではね、次の質問あたりがね、えー、最後かなと思いますので、えー、次の、えー、質問、えー、が最後でございます。 はい、えー、トリーザン、ツリーザン。えー、ずっとピアノやいくつかの管楽器をやってきて、最近ベースもやり始めました。ほう。タブフを見て弾くとき、運指などは、えー、数こなすうちにスムーズに最適な運指が分かっていくものでしょうか。また、指弾きのとき使わない小指が立って、えー、しまいます。理想の形などありますかえー、ありがとうございます。えー、っと、これ、もうこのスレッドを表示してもらってくださいね。これは、えー、っと、あ、いいのか。 はい。えっ、ー、と、管楽器とか、確かピアノとか管楽器と楽譜がやっぱ違いますので、えー、ちょっとみ、タブ譜を見づらい、えー、って時もあると思うんですけれども、運指とかはね、えー、数こなすうちにスムーズに最適な運指が置かれていくものです。はい。ただ、それにはやっぱり条件というか練習が必要でございまして、え、例えばね、バンドスコアとか楽譜に載っている運指しかやらないとですね、やっぱり、えー、運指のパターンっていうのは広がりませんので、引き出しというものは広がりませんので、ちょっと違う運指で弾いてみるとか、 例えばですね、えっと、3弦の開放弦の音と4弦の5フ,レ5フレットの音は同じというふうにですね、違う弦でも同じ音というものは存在しますので、そういうところを視野に入れつつ、意識しつつ、いろんな運指を開拓していくということはとても大事でございます。はい。例えば、ドレミファソラシド、ただ弾くだけの時計もですね、えっと、3パターン4パターンくらい運指の方法がありますので、そういうこともすべて、 あえて自分がよく使わない運指をね、えー、いっぱいやっていくと、結構ね、いろんなことが見えてきたり、面白い、えぇ、ー、ジョントに、えー、見えてきますので、やっぱりね、あの、弾き慣れてる曲とかも、あえて自分が普段使わない運指を、えー、することによって、引き出しも増えますし、手癖なんかもね、いろいろ増えて、えー、開拓されますので、とても面白くなっていきますので、おすすめでございます。 で、えっ、ー、と、指引きの時使わない小指が立てしまう。これは左手か右手かちょっと分かんないんですけども、まあ右手で小指立っちゃう場合はですね、えっ、ー、と、最初は小指をね、えー、なんだろう、小指を、この、なんだろう、親指につけたまま、3、3っていう、3っていう、えっ、ー、と、形にして練習してみると結構、えー、いいかなと思います。で、左手の小指が立っちゃう場合はですね、これはね、えっ、ー、と、力みすぎ。 えー、力みすぎと言いますか、えっ、ー、と、指の独立ができていないという状態でございますので、サブチャンネルにね、指の独立運動という動画が上がっておりますので、そちらをぜひ参考にしてですね、左手の、えー、運指トレーニングをしていただけたらなと思います。そうするとね、えっ、ー、と、指一本一本に力を入れられるようになりますので、小指に常に、えー、小指が常にこう、ピーンとなっている状況っていうのはなくなります。はい。なので、えー、そのトレーニングをぜひ、やってみてください。 でね、ツリーさんちょっと、もう一個質問いただいているので、こちらを、えー、最後に答えて、えー、今日は、もう28分経ってますのでね。えー、早いな、えー。こうやって一人言、と30分くらい話してますけど、早いですね。うん、もうちょっとやりたいけど。でも結構30分くらいがちょうどいいっていう声もありましたのでね。ちょっと、最初のうちは30分くらいでやっていこうかなと思います。では、最後の質問。また、えー、バラガド調の曲に、ベースラインを作ってみたいなと思っています。ほう。 1>, 1度、3度、5度、6度などといった基礎的な理論は少しわかりますが、音作りのコツなどあれば知りたいです。これはどっちなんだえっ、ー、と、まあ、バラードのベースラインを作ってみたいと。で1度、3度の、えー、などの基礎的な理論は少しわかりますが、えーしえー、しかし、えー、その一方ってことですよね。音作りのコツなどあれば知りたいです。バラード系は結構、えっ、ー、と、意外っちゃ意外かもしれないんですけど、結構歪ませたら面白いです。はい。 歪ま、あのー、なんだろう、バラードで音のしいからって、音作り、ドクリーンでいくっていうのはですね、まあ、それもそれでいいんですけど、歪みをね、結構、ディストーションまでいかない、オーバードライブくらいで低音を歪ませてあげるとね、すごい馴染みます。はい。歪みっていうのね、輪郭がぼやけるという効果がありますので、えー、なんだろう、あの、高音のですね、歪みはギャリーンという攻撃的な歪みになりますが、 低音成分の歪みというのですね、えっと、低音のもこもこしたところをですね、あの、アンサンブルとなじませるという効果がありますので、結構ね、えベースオンですね、まあ、ちょっとハイをカットしてあげて、高音をちょっとカットしてあげて、低音部分を歪ませてあげる。まあ、えー、オーバードライブとかかけてみるとですね、結構面白いことに、え単音で弾いたときは結構歪んでるな、 っていう音でも、オけと合わせるとね、結構気持ちよく聞こえたりしますので、えー、そういうテクニックも、音作りのコストとしてありますので、やってみたらなと思う。あとですね、やっぱりこう、高音成分ですね、さっきも言いましたけど、あんまり上げすぎちゃうと、ベースのアタック音っていうのは結構こう、ロックなイメージ、印象を与えてしまいます。あの、カチャカチャとか、えー、ガチャガチャ。って音は結構、バラードのしっとりした雰囲気に合わない成分となりますので、結構そこら辺をカットしてあげることもポイントかなと。 ええー、思いますね。えー、あとはですね、やっぱりコンプとか、結構かけた方が、えー、まとまりが、えー、あっていいかなと思います。コンプかけないとね、やっぱりこう、えー、サスティンが短くなっちゃったりとか、音がちょっとこう、足りないなーってなっちゃうので、コンプはひ、うん、必陣かなーとは、ちょっとバラード、ちょ、え、バラードチョンの曲にですね、は思います。はい、そんな感じでちょっとね、えー、ベースラインの、音作りの参考にしていただけれたらなと。 思います。ちょっと今日噛むね。噛んだね。ちょっと口の中カピカピです。30分お話して。はい、ということでね、えこんな感じでございました。ありがとうございます。引き続きね、え w ツイッターの方で、えハッシュタグ、ピンラジと、えけていただいて、えお便りとしてね、投稿していただければ、僕がね、え古い順から、えー、お便りとしてね、読み、読ませていただけますので、ぜひぜひ、たくさん、え一人一個とかじゃなくていいんでね、え全然いっぱい、えお寄せください。どしどしお寄せください。よろしくお願いします。 はい。ということでね。どうでしょうかこの、新マイクの音。どうでしたか皆さん。えー、良くなってんのかな僕、聞き比べたりとかしてみたんですけど、ぶっちゃけね、えー、あまり違いがよく、よくわ、えー、からなかったというかね。なんかちょっと、ちょっとね、音いいなっていう感覚はあるんですけど、やっぱ耳,耳がまだね、マイク慣れしてないので、えー、ちょっとね、わかりません。皆さんのなんか、めっちゃ音良くなったじゃんとか思ってくれたので、ね、ぜひ、ね、コメントとかで、えー、書いていただけたらなと思います。 あとなんか、ラジオとかで、あの、やってほしい企画とかもね、えー、ありましたら、そういうのいろいろね、えー、コメントで教えてくれたらなと、思います。では、えー、本日も30分間ありがとうございました。本日のピンラジ第2回終わりましたので、えー、次回はね、えー、ぜひず、第3回をやってい、噛むな今日 <laughs> 第3回もね、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いし、ますでは、じゃあね